こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、視聴者さんからメールをいただきました。で、名前を伏せさせていただきますけども、こういうふうに書いてますね。まあ、端折ってお話しします。官邸と自民党と公明党にそれぞれメールを送りました。そのメールの内容っていうのは以下に書いてあるんですけども、今回紹介するのはちょっと割愛させていただきます。で、次ですね、麻生太郎さんに直接電話しようと思い、ホームページの連絡先衆議院にかけると、こちらは議員会館の代表なのでつなぎますと言われ、待っていたんですが、誰も電話に出ず、再度受け付けた人に電話がつながり、すみません、いないようですと言われました。メールとかありますかと聞くと、こちらからはお答えできませんと言われて終了ということでございます。ここにはね、ちょっとしたコツがありまして、まずはね、麻生太郎事務所に電話かけるのがよろしいかと思います。さすがにですね、衆議院の議員宿舎、それから庁舎の方にかけると、まあ、その代表の受付の方がね、こう選別しますんで、だから麻生太郎事務所っていうのは福岡にありますんでね、以前私の動画でも福岡の電話番号と住所とファックス番号、それからメールアドレスもありましたんで、そちらの方を貼り付けさせていただきましたけども、麻生太郎事務所福岡で検索すると出てくると思います。そしてもう一つコツがあるんですよ。電話をされる際はね、麻生太郎講演会のものですっていうふうにお話しするといいと思います。もちろん講演会って言っても公式なもんじゃなくてね、個人的に応援していると、個人的に講演しているという形で、個人活動ということをね、意識すればいいんじゃないかなと思います。まあ、これは本当にいいのかどうか分かりませんけどね、私の場合は麻生太郎を応援するものですがっていうふうな言い方でしてますよね。で、応援してるんだけども、こんなこと言ったらもう応援する気がなくなるから、ちょっと聞いてほしいんだよっていう形で私の場合は電話をしております。要するにね、取り次ぎのコツなんですよね、これはね。クレームを言いたいんですっていうと、いろんな形でね、あしられる場合があるんで、あ、どっかで麻生太郎と関係があったかも方かもしれないなっていうふうに思わせるのがポイントなんですよ。で、そう思わせたらね、勘違いさせたら、例えば受付の方が、あ、この電話下さった方は麻生の何か関係がある方かもしれない、失礼なことしたら後でね、怒鳴り散らされるかもしれないから、ちゃんとおつなぎする義務だけは果たそうっていうふうな気持ちになるんですよ。だからこの辺のね、受付の人を手玉に取るっていうんですかね、まあこの動画一般公開していいのかなまあそんな感じで私は電話かけてますけどね、結構話は聞いてもらえたりとか、それからやっぱりね、本音を語ってくださる受付の電話の方もいらっしゃいます。あなたですよまあ分かんないです、見てないと思いますけどね。まあ、そんな形でね、私からできるアドバイスとしたら、やっぱりね、きちんと伝えてくれるかどうかってことと、麻生太郎さんと直接電話のやり取りするってことは、これはもう不可能だと思います。それはやっぱり逆の立場で言うと、できないと思うんですよ。国会議員とはいえどもね、やっぱりこういろいろありますからね。そのために、まあ、秘書がいたり受付がいたりするわけですから、本当に大事だと判断されたら直接つなぎはあるかもしれませんけども、本当に大事な連絡っていうのは、すでにその本当に大事な連絡をする人が電話番号をね、麻生太郎の携帯、個人的な携帯を知ってるはずなんで、まあこういうふうな事務所に電話が来る人は、ヤジだろうっていうふうに、まあそういうふうに思われるんじゃないかなというところを計算しての私の取り入れ方ですよね麻生さんいるみたいな感じでね、言ったらダメかないろんな方法があると思いますけどね、そこはどういうふうにすればいいのか、私もまだね、手を尽くしていないところですけども、一応ね、麻生太郎を応援するものですって感じでお話しますね。まあ、この前以来会ってないんで、たまに電話してみましたみたいな感じとかね、会っていないって言っても会ったことはないんですけども、まあテレビで会いましたみたいな感じですかね。はい、すみません、つまらない。メッセージ動画になったかもしれませんけども、今回ねメールをいただきましてありがとうございました。これからねメールの内容をしっかり読まさせていただいて、私も今後に生かさせていただきます。本当にね、素晴らしいアクションを起こしてくださいました。これからも、国民のためにね、国民が立ち上がっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。